手に汗握るトラップの数々、立ちはだかる謎。 3D アクション RPG の決定版、アランドラ2マシン化の謎。冒険の舞台はバニラ王国。古代に地球外からやってきたマドール一族のメフィストは、あらゆる生物にマネジを刺してマシン化させ、自分の思うままに操ろうとしていた。そして今、地球までをもマシン化させようとしている。海賊を追う少年フリットと、王国の危機を救おうとする王女アイーシャの二人は、メフィストの野望を砕く冒険に旅立っていく。飛空艇での白熱の戦闘、沈没船での水中戦、古代遺跡の解明など、冒険は陸海空さまざまなフィールドで繰り広げられる。さまざまなアクションを駆使してトラップを解いていく。アランドラならではの楽しさとオリジナリティはそのまま。 3D 世界でさらなる面白さを追求。頭脳をフル回転させながら反射神経を駆使してクリアを目指せ。さらに初めて 3D アクション RPG をやる人にも親切設計。ゲームを進めるうちに無理なくスキルアップ。バニラ王国を暴れ回る海賊ギルド、女ボスメルセデス、ずっこけ海賊3人組。バニラ王国の秘宝を狙い、国王を幽閉し実権を握るニジャドール伯爵、異世界から来た妖術使いメフィスト。バニラ王国の謎をめぐってさまざまな人間ドラマが繰り広げられる。10種類以上のミニゲームの豊富さも特徴。ミニゲームで戦闘が有利になるアイテムを手に入れろ。モンスターの数は60体以上。白熱するボス戦の数々。ボスキャラたちは様々な戦い方でプレイヤーの行く手を阻む。地球を救うために一人の少年が旅立つ。手に汗握る冒険活劇、 3D アクション RPG の決定版、アランドラ2マシン化の謎。